ちゃんバテバテ、超夏バテ。おはようございます。ミッドナイトシュガーさん、カッパイさん、ありがとう。これからバテるの？あ、そうか、頑張ってね。熱中症に気をつけるんだよ今日は。ぐっすり寝れた。わあ最高、いいな、ぐっすり最高だ。そうめん、ああ食べたい。珍しく朝配信時間に間に合った。いや朝はねしないつもりだったけどね、思ったより早く起きたのでちょっとだけできました。今日から9連休？え？ 9 連休なの？最高じゃん。じゃあもうツアーまでずっと連休ってことじゃん。おはよう、超最高だね。メロンのあそこさん、カップアイスありがとう。おはよう。今7時、本当や、あと20分ぐらいしたら終わります。夜も配信できると思います、よろしく。はあ、眠たい眠たい。29行きたかった。ああ来てくれよ。ツアーまで残りさ1週間ってやばいね。早っ、1週間。もう多分ね来週とかはツアーのレッスンとかリハとかでバタバタとしていると思います。なので配信とかも時間がちょっと急遽始まったりとかもあるかもだけど、よろしくお願いします。早いわ。かき氷あるアイス派ですか？うん、アイス派だよ。あ、なんて読むんだろう。AKMLAL さん、ありがとうございます。夏服もらってないね、みほから。私、私服2着ぐらいしか。いや、1着かな。あのミホリンバザー、卒業前にやったミホリンバザーは私服は多分1着とかだった気がする。あとチャイナ服とメイド服と、だから1着かな。ワンピース、冬用のワンピースかな。色合いさん、カパイス、シーチさん、ハートギフトありがとう。おはよう。あ、スーハン生誕よろしく。当たるといいね。みんなみんなで盛り上げましょう。あ、2着だ、私服もらった。ブラウスとあのスナイデルかなんかのワンピースですね。それ私はそっちのワンピースのこと言ってたけど、そういえばブラウスももらってた。おはよう。お手紙？お手紙私じゃないと思うよ。生誕祭。楽しんでくる今日は。ありがとう。神代さん、タコありがとう。
ございます。おはよう。ああ、またくしゃみが出そう。でもくしゃみをしたらお腹がグーグーになるからちょっとダメです。いっちゃん、レインボースター、ありがとう。ギフナイス食べてね。食べる時間ないよ絶対。おはよう。あつおさん、かき氷どうぞ。ありがとうございます。もらいます、かき氷。あるさん、ソフトありがとう。ありがとう。やっほー、はよー。バラちゃん、ハートありがとう。うん、多分着いたら踊って終わったら帰ってって感じだと思う。その通りです。いつもそうだよ。会えなくなるの辛くてスネスネマンなので思い始めた。きっとそうです、絶対にそうよ。耐えてくれ、生誕まで頑張れ頑張れ。さっきニュースでラブベリーが再燃してるって話した。そうだよ、だってねえ、何年ぶり、もう10年ぶりとかにね、盛り上がってる。パセリのアバター当たった。あ、変えてくれてんの、ありがとう、ありがとう。あっちあっち。おにぎり買おう、炭水化物を取ろう。もうバテちゃいそう、暑くて。おにぎりと、あとは野菜食べたい。昼ご飯をさ持っていきたいんだけどさ、保冷バッグを持ってかなきゃ。かさばっちゃうよね。うわー、昼ご飯持参したいけど絶対にこの暑さで痛む。朝アイスはしないよ、低血糖になっちゃう。血糖値上がりすぎて急に下がって低血糖になっちゃう。朝アイス学んだの、朝アイスはなるべくしない。お嬢さん、ボアイスありがとう。福ちゃん、回復薬ありがとう。昼、だって買う時間ないもん。買ってかないとそんな出歩けないから持ってくしかないもん。そういうものだ。流星さん、メロンかき氷ありがとう。おはよう。クアドリさん、だるまありがとう。そうよ、何を買うか結構重要。おにぎりもすぐ食べたらいいけどだいぶ危ないよね。難しい、難しいね。約3時間くらい。おー、シーサイドマルさん、メロンかき氷ありがとう。ソフトもありがとう。ミニストップどうだろうね、どうでしょう。浦部さん、カップアイスありがとう。
色合いさん、カッパイさん、ありがとう。お疲れんこん。何買ったらいいかな。むず。パン、確かに常温でもいけるね。パンは控えてるから。むずいよ。乾き物、サキイカとかですか？移動中食べれん、臭いって言われちゃう。私大好きだけど。パンはなるべくね食べないようにしてるんですよ。肌は小麦粉で荒れちゃうから。私難しいね。ジャイアントコーンはどうかな。溶けちゃう、昼まで溶けちゃうよ、持っていけない。いい提案ですね、ジャイアントコーン。難しいな。バナナ、バナナと、あ、ミニストップないってみんな。そうか。でも私ミニストップ行っても最近さ、普通にジャイアントコーンとか買っちゃうからね、結局意味ないんですよね。みんな他のメンバーの方がミニストップのソフトクリーム食べてるんですよね。結局いつものになっちゃう。せっかく遠いこっちにないミニストップに行ってるのに、結局買っちゃうのはいつものやつとかポテトとか。この前ポテトにしちゃったし。あんま食べてない。難しい。グミ、あ、確かにグミにしようかな。軽食、軽食ってかおやつ。クリーム玄米ブラン、あ、クリーム玄米ブランがあった。そうしよう、その手があった。暑さにもいけるだろう。いいだ。わかめ、わあ、スイカ食べたい。スイカ、スイカじゃなくてあのオスのイカ、あれとか持ってきたい本当は。でももうああいうのは車内とかで食べたらダメだから。テロだから。そんなの食べた楽屋でも食べれないから、楽屋のテロになっちゃう。ハラスメントだから絶対。うん、アイドルの楽屋ではきっと誰ってなるから。大好きだけど食べれない。宇田部さん、カップアイス。色合いさん、カップアイス、ありがとう。はよう。おはよう。サキイカ、サキイカもなかなかよ、匂いね、おろされちゃうよね。でも納豆してるメンバーは結構多いんですよね、公演の時とか。お弁当のご飯に納豆かけて食べてる子意外といるんですよね。私はまだやったことないけど美味しそう。ノギンさん、カップアイス。フェダペチーノさん、ハート。山猫坊主さん、棒アイスありがとう。陣内さん、カップアイスありがとう。削りいちご、うわ美味しそう。絶対売れるよねこの暑さ、最高だ。うわさゆう。一人が食べ始めたらね、あ、じゃあ私もこれ食べようって言ってどんどん食べちゃう。
ミニストップね。この前あの山中湖の帰りにミニストップがあったから、ミニストップがあったというかミニストップ以外のコンビニがなかったんですよ、そこの場所で。たまたま会ってみんなでメンバーが一斉に行ったからさ、多分そこのお店の人もびっくりしてて、店員さん一人でやってて、レジが超大行列で、で STU 以外のお客さんもいるわけじゃないですか。で店員さんはさ、あのレジもしながらセルフレジありますって言ってるけど、あのお茶一本とか持ってる STU のメンバーじゃない普通のお客さんが、そのセルフレジあります何回も言われてるのに、ずっとメンバーの行列、メンバーは多分さソフトクリームとか注文するから並んどったんやけど、もうお茶一本買う人がずっと並んどってね、もう本当に申し訳なくてさ、それがそうセルフレジね。おはようね。最近多いよねコンビニのセルフレジ、便利。おはよう。ね。ああ。ああ。ワイでもエステのやつ並ぶ。いやそれダメだ。そりゃダメだ。おはよう。なんかわかる、 GU とかユニクロね、カゴ入れただけで勝手に商品スキャンしてさ点数まで数えてくれるし、合ってますかみたいな確認されるけどさ、合ってるかもわかんないもんね、カゴに入れっぱなしだから多分合ってんだろうなと思うけどね、すごいよね。でもねこの前あの GU に行った後にユニクロ行ったんですよ。で GU で買ったやつの袋を持ってたらそれが反応しちゃってエラーみたいなの起きちゃって、店員さんがあの GU の袋は近づけないでくださいって言われてあごめんなさいってなった。つい最近カズノシンさんミックスソフトありがとう。おはよう。そう反応してた、多分反応するけどここの商品じゃないなっていうのでエラーが起きたんだと思います。いやどこの商品ってなって混乱して、機械が係員を呼んでくださいみたいな文字が出て、で店員さんにお願いしたらあの原因はその GU の袋ですって言われて、あもう7時の時間か。じゃあ戦い頑張ってくるわ、みんな。明日は今日は岐阜県に行きます。じゃあみんなも元気でね、一日行きます。13位フラペチーノさん、12位山猫坊主さん、11位桜木さん、10位あつしさん、9位シャーショーサさん、8位あっちゃさん、7位メロンのあそこさん、6位安部さん、5位シーサイド丸さん、4位福ちゃん、3位ゆうたくん、2位浦部さん、1位いろあいさん、ありがとうございます。またねみんな。お土産なんか土でも拾ってくる、石とかセミでもいいか、ちょっと頑張ってみるわ、みんなに岐阜の空気を味わってもらえるように頑張ってみます。ありがとう朝から見てくれて。セミ以外でじゃあアリです、アリにします。おはよう、頑張ってくる、ありがとう。それでは皆さんさようなら、バイバイ。